はい、こんにちは。寒い、寒いっす。時刻は午後3時15分ですね。今日は8月16日月曜日なんですけど、今日は根室本瀬の作別に来ておりますが、寒い。8月16なんで、しかも寒いし、海に近いせいか風も強い。20度ないんじゃないかなってぐらい寒い。真夏なのに寒いっすよ。北海道本当に寒い。で、今日は根室本線の灼熱だけど、あったかい。なんかですね、待合室結構綺麗ですね。灼熱駅、思い出のトイレもありますね。で、これね、結構入れ替え本部だって。帯広新宅方面が 1,2,3,4,5,6本ね。で、釧路方面が 1,2,3,4,5,6,7本ありますね。で、今14時48分の次が目黒が16時16分、釧路行き16時48分ということでありますね。ここちょうどなんか入れ替えの駅のようで、なんかこう 2本線路があるんですけど、はい、料金表ですね。釧路まで930円、結構遠いっすね。白糠360円、帯広1640円、池田1070円、浦幌540円。他の駅の料金表ないっすけど、他に降りれてないんですよ。無人駅で灼熱ですね。だからこれ対面式のホームです。風が強い、寒い。この8月16とは思えないぐらい寒いですね、灼熱。で、こっち釧路方面ですね。釧路方面で、こっちが帯広新徳札幌方面ということで出てますが、灼熱ですね。で、対面式です。ここを向こうを渡っていくと釧路方面の列車に行くんです。この線路2本あるんですよね。で、そこでまた線路1本になってます。こっちも線路に1本になってますから、ちょうどここでこう待ち合わせをしたり、通過列車を待ったり、特急待ったり、こう待ち合わせしたりするところなんですよ。だから降りた時にこう同じ電車が来るんですよ。だから向こうに行くのと、あっちに行くのとで、ちょうど入れ替えっていうか待ち合わせで単線なんですけど、こうぶつからないようになってるんですね。それがこの灼熱なんですよ。だからうまくできてるなと思うんですよね。電車がぶつからないようにしてる、これが灼熱です。で、そこに家に前に民家あるんですけど、もうあっちにも民家あるんですよ。朽ち果てて、て、あの家ぶっ潰れてました。で、あっちの方に行くと若干民家あって、それはなんかあの花水木、あのガッキーと生田斗真の花水木って絵がありましたよね。あれのロケ地になってる家があります、灼熱の。だからそのガッキーと薬師丸ひろ子がこう住んでたところの家があるということですね。灼熱です。ちょっと登ってみます？見晴らしいんでね。上から見るとまた違ってきたりもするんで。で、灼熱。左、音別、右、直別ですね。音別、直別、灼熱。あとなんか、マック別とかありますよね。なんとか別ってのが多くないですか？ここら辺。音別、灼熱、直別ってのもあったか。あと、マック別。あと、何別あります？都市別ってなかったでしたっけ？本別とかありましたよね。何とか別って多くないですか？本別、都市別、直別、着別、着別で、ここ見るんですけど、家があって、ただ駅からの眺めは最高ですね。歩道橋、あったあの、これ見えます？風が強い、寒い。8月なのに超寒いよ、あの青い屋根、多分ガッキーの家だと思います。あれあれ、まだないんですよ家が。本当使ってる人がいるんでしょうかね。さっきの駅のホームに行けんですけど、もう駅からの眺め最高ですね。本当に何もないですよ、最高。いや、いい眺めっすな。はい、で、以上灼熱駅でした。